皆さんこんにちは、アイルエンジニアリングの末友です。今日は建設機械であるランマーを使って餅つきをしていきたいと思います。このランマーという機械は、つき固めるという意味が語源の機械で、ラム、ランマ、タイピングランマーなどとも呼ばれています。装置の自重と衝撃坂の上下運動による衝撃で地面をついて締め固めます。駆動源はエンジン式が主流ですが、電動や充電式のランマーもあります。電動式には騒音対策に特化した低騒音タイプもあります。アイルで使用しているランマーはエンジン式です。主にランマーは建設現場において軟弱な地盤の改良に使われています。締め固め機とは、盛土構造物の強度を高めるために輪荷重、振動、衝撃力等を利用して土の隙間を軽減させ、高密度な状態にさせるものです。ランマーの締め固め能力は打撃力という数値で表します。一般的に重量が重いほど能力は高まります。このランマーの重さは何キロですか？約60キロ。60キロ。ランマーの打撃力はプレートよりも大きく、突き固め能力は上面から30センチから50センチとされています。速度をゆっくりにして足の部分をゆっくり伸び縮みさせるようにすれば、本体が上下します。正常に利用している際は空中に本体が浮いており、足が縮んでいる瞬間は地面に接していないのです。それでは餅をつく前に三宅さんに使い方を伝授してもらいます。お願いします。はい、よく聞いとけよ生徒も。はい、いいか。まず最初に順番説明するから、はい、これスイッチ、はい、オン、はい、オフ、はい、ここがチョーク、チョーク、これスロットル、アクセル、はい、エンジンが冷えとるときはチョークを引いた方がいい、はい、スイッチオン、はい、チョーク、これアクセル、はい、アイドリングで大丈夫で、はい、これをグッでチョークを戻す、はい、でこれをスロットルを引いてやれば回転が上がって崖切りが始まる、うん、止めて、これでオフ。はい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 。これだけ。ああ。だからこう突き上げた時に手をしっかり持っとかんと、突き指したり打たれるし、はい、足を叩かれるし、はいはいはい、その辺は気をつけんといか。はい、わかりました。やってみそう。はい。と引っ張って、ふに。もうやったやった。あんまりやられたらかからになるからな。勢いを。でこれがこれを手前に引けばしっかり持っとかんとかんで、足もある程度こう何、うん、そうそうそう、もう一気にガンッ、行けばいい、行けばいい、できます、できます。エンジン弱けんやんけ。エンジンかからんと話にならんだろ。もうちょっと勢いよく引っ張れば。持ちつけれんぞ。ん？まエンジンわしがかけよっか。
こっから行かねば多分。わあ。最初ある程度こう跳ねるような感じの方がいいかもわからんけどな。ボヨンボヨンになるんですね。なるなる。しっかり持っとかない。難しい。練習で言ってくださいよ。まあ、本番ぶっつけ。それではヘルメットもかぶり、軍手もして、安全靴も履いて、安全に餅をついていきたいと思います。チョークいいんですっけ？あ、ついた。しっかり持っとかんと。あ、ええと思う。いいですか？なんかつけとる感じがする。そういうともちゃんがやられやめる。いいんだね。成功。あああああ。もう全開でいけばいいと思う。もういいじゃね。全開でいけばいい。できました。なんかビリビリする感じがします。1分も経たんぐらいでもう疲れました。楽しかったです。あ、餅だ。ちゃんとできた。餅だ。うわー、めっちゃ餅だ。いい。これあの、あれにすればよかったですね。豆餅。豆もち。うん。豆もちだったらこれぐらいの時期で最高。次は豆もちだね。もう勘弁してください。うん、もちだ。もちだ。おいしい。もちみたい。もちみたい。もちなんです。もちだと思う。だから日本のお正月変わるよ。ランマーズ餅ついて食べる。ついた餅。すごい。でもなんかめちゃ普通に美味しそうじゃん。うん。え、何カピ？うん。食べます。うん。味はちゃんと餅。美味い美味い。なんか、うん、おはぎ。おはぎ。いただきます。美味しそう。いただきます。
クイーンが来た。イエーイ、ありがとうございます。スイカ餅食べます。餅、巾着になりました。うんうん、米が入ってる。米？うん、うん、ちょっと月が甘かったな。もうちょっとまとまりがあればよかったけど、上出来ですね。ついた餅です。いただきます。うん、うん、うん、米感が潰れ切れてない。餅伸びないし、おはぎみたいですね。おいしい。多分普通の餅も一緒に入ってますよね、それ。え、ちょっと食べ比べを。負けた。鏡餅です。ランマーで餅つき大成功でした。無事餅もつけてやってみたかったことが達成できました。アイルエンジニアリングではこういう機械を使って建設現場も手掛けております。建設業界に少しでも興味を持っていただけると嬉しいです。それではまた次回。出来たての餅はねえですね、やりやすい。